の北元時代に用いられた社会集団の名称お得の前身は、チンギスカンの制定した千人体制度であるが、北元時代のお得は、千人体の血縁的中体が解消され、支援的集団として構成された点に特徴があった。お得は、北元時代の基本的な社会的経済的単位であり、北元時代の遊牧部族、イコール、 特面は、複数のお得によって構成されていた。お得は、国土、地域を意味する、ソグド語、オーター区に由来する単語である。また、明朝では、八男茶春を、察し、漢字八大栄と訳していたように、お得のことを、栄と呼称していた。1206年、モンゴル帝国を建国した、チンギスカンは、廃下の遊牧民を、すべて重心法に基づいて住人体。 百人体、千人体、万人体の軍勢に再編成し、これがモンゴル帝国時代における遊牧集団の基礎単位となった。千人体制度はモンゴル遊牧社会の基盤として長く残存したが、北元時代の度重なる社会混乱の影響によって次第に変容し、トゥメンが肥大化して独立した遊牧部族となり、その下部組織たる民ンは社会集団としての お得となった。お得という概念がいつ頃から現れたかは、諸説あるが、16世紀以後のことと考えられている。エセンハーンの頃までは、現朝時代の社会制度がいくらか残存していたが、エセンハーン没後の混乱の中で、元朝由来の社会制度の大部分は崩壊してしまった。ダヤンハーンの登場以後、チーン、閉賞といった現朝由来の称号は、 資料上に登場しなくなり、この頃大きな社会体制の変化があったものと見られる。ダヤンハーンはそれまで分裂していたモンゴルの諸部族を再統一し、これを年代期はダヤンハーンのロクトゥメンと呼称する。しかしこのロクトゥメンのうちダヤンハーンの死後に解体されてしまったウリアンハン、4シエブのお得について記録が残されていないことから、お得という概念が形成されたのは、 ダヤン・ハーンの死後のことと推測されている。お得という概念が発展していったのは、ダヤン・ハーンの孫の世代に、核、トゥメンが独立化していったことと関連があると考えられている。ダヤン・ハーンの息子バルスボラとのモロコは、オルドス、トゥメト、ハラチンといったトゥメンをそれぞれ支配し、名目上の大ハーンたるチャハルのハーンを上回る勢力を有するようになった。 中央の大波案の統制を離れる中で、遅延集団としてのお得という概念が発展し、モンゴル社会に広く浸透したものとみられる。17世紀、大チングルンが成立して、モンゴルの大部分を支配下に置くと、お得は保障にとって変わられていった。これ以後社会集団としてのお得という概念は使われなくなったが、現在でもウルドス氏。 お得バタ、お得前期などに名称を残している。北元時代の有力部族は大きく分けて6つあり、モンゴル年代記はこれをダヤンハーンのロクトゥメンと呼称する。このロクトゥメンは8オトクチャハル、12オトクオルドスといったように数オトクを付して呼ばれることが多かった。いくつかのモンゴル年代記ではこのトゥメンに属するオトクについて解説している。ただし、この数は、 作為的なものが多く、例えば七お得春派には七お得以上のお得が所属していた。成長に降る以前、茶春は八つの遊牧集団より成り立っていたことが知られており、これをモンゴル年代記は八お得茶春、漢文資料は冊子、漢字八大英と称している。三様の左翼四お得たたるを外し、青藩と内満を、 独立した部族として数える学説もある。三因の右翼四を得ルートとケムジューとどちらを入れるかは学説によって異なる。春葉は早い段階から東西に分裂しており、左翼の五を得ハ春葉が内春葉、右翼の七を得ハ春葉が外春葉として知られるようになった。右翼左翼早い段階で解体されてしまったウリアン反応を得について、基本的に モンゴル年代記に記載はない。ただ、大数派を殺害した、ウリアン派のゼブダンの配下には、アラグチュトという集団がおり、これがウリアン派に属する、お得の一つとみられる。16世紀末頃に編纂されたチャガン帝受けでは、オルドスは、十二お得より成り立っていたことが、記されているが、十二お得を、具体的に記した師匠は存在しない。しかし、現在では、 様々なモンゴル語資料の相互比較によって、以下のような構成であったと推測されている。右翼左翼この他にも、チンギスハーアン病を管理する、ンホリア、もともとは、ンシエブのイブラヒム大使の配下にあったとみられる、ンオトクウイグルチン、ンオトクアマハイといった集団が所属していた。新朝の支配下に入った後は当初は6期、後に1期増やされて7期に再編成された。 早い段階で、ダヤンハーンによって分割された4シエブのお得について、モンゴル年代記に記載はない。しかし、明朝で編纂された急変更には、4シエブには A が10あったと記されており、この A こそが4シエブのお得であったと見られる。この単語は、他のある体系諸語にも輸入されており、クリミアタタール語、オスマン語のオダは、部屋、住宅、家、 一部屋に住む兵士を意味し、ウイグル語のオタグは、地、部屋を意味し、チャガタイ語のオタクは、小屋、天幕を意味し、トゥングース語のオトクは、ヤエ,エ,エエを意味する。また、四支エ部から分割された、ハラチンが、七オトクハラチンと呼称されていることも、オトクがダヤンハーン氏語に形成されたという推測を、裏付けている森川1972、41ページ。 森川1976、136から145ページ。森川1973、320から321ページ。森川1973、325ページ原資料では、社八郎とされるが、これは、やつ、老を点灯しており、社老やつイコールサーナットイコール、サースードとするのが正しいとされる和田1959。 373から374ページ、ありがとうございます。